はい、今日はね、移動購買者さん、酒屋さん、昔懐かしの駄菓子屋さんの巻でやります。今日はね、僕と京北の中をね、バスの中にね、食料品を入れて購買へ回っておられるね、おじさんがやるしね、そこのね、荷物積み込まはるところへ来て買い物に来たんですよ。そうやったら、泊まってくれはんすけど、今日土曜日やから、別の地区回らはるんで買い物に来ました。行きまーす。おはようございます。おはようございます。積み込まはった？あ、こんにちは、どうも。完了？積み込まれた？積み込むとこある？積み込むとこある？はい、購買した宇治原さん。そんな宣伝してもらうのいいけど地域のね、宝ですわ。いえいえ、そんなこと。足の不自由の年寄りさんの買い物に行けへんとこに全部回ってくれはんすよ、ゲオグ土地を。まあ、みんなすごいね、できますか？スタッフほんまに、けど、ほんまに売ると全部売らはんねんもんね、一日で。みんな信用した詐欺で、ね、カズちゃんの、うん、そうですよ。もう何年やったのかいね。中学生です。何でや、お前の前ケースと一緒やお前。だから60、70やろ。ほんで、何歳からか。18から18から購買しないで。すごい、そら信用あります。これはすごい。60年や。すごい。さん弱いな、お前は。すごいな。計算は得意やけど、こういう計算は。50年やで。これはすごい。いや、せやけどな、ほんまに田舎って広いでしょ、はい、京北って特に。このお年寄りの人とか、バスもそんな、便すんないですや、不便や。で、車とかない人とか、家の前まで来てくれはんやから、そら、助からはんやから、ほんまこれ地域資源ですわ。で、財産では経営を回しておりますから。ありがとうございます。昨日の武道財布1枚払え。忘れとった。ありがとうございますって言わないと。ピーってせえへんの？ピーピーせえへんの？これこの間1個ピーやさ、水がピピピってなんで200円の600円になっとったすんでいいっすよ。素晴らしい。ピピピピピってなんで1個で。もう何を言った。ピピピせえへんの。うちにあと3つあるのが辛いと。マスカット？まだ僕食べてへんで。いや、私食べてへんで。よく消えたんで。1880円でなってって。もしも1000円ってマスカット。かける2やで。ピピピピピって3つ別もなさい、かなり。1万円で足んやろか。足る。1万円分大吐きになる。よく溜まってるわ。あ、じゃあ俺これからお昼を食べ、うどん屋さんお昼食べに行かないからお釣りがいるんですよ。お昼食べに行かないから。500円のこれね、これ明日のお昼と夜の食事。今夜はね、少年派で泊まりですわ。3、2、1、はい。
今気がついた。これ被らなかったですか。ありがとうございます。どうもすみません。ありがとうございます。ああ、明日の食材が買えた。はい、次行きましょう。次行きましょう。いやあれ一筋で50年はすごいですね。あれほんまにね、京北同好売店。ああ。これもうほんまに京北の財産です。財産ですね。田舎の地区の、地区の。すごい、ほんまにいい。私ね、ここ来て40何年なんですけど、今回社員で。これそうですよ、実は5分の1ぐらいで今まで。最初はもっと。で、こう、購買社員って待ってる。そうですか？こんなに個別訪問してみて、持たないですよ。暑いからアイスクリーム食べよう。ありがとうございます。アイスクリーム買おう。熱いやろ。YouTube これ親方チャンネル。どうなん買うとんやから。おスムージーでザル買ったら。あら、ザル買えるのか。ザルやん。ザルやん。なんか美味しそうです。うまいな。でもそうだ、これやっぱり行きましょう。いや、いいな、この自然のところがいい。こんにいや、食べれるところがいいですね、すぐ。ちょっと押したり絞ったりするな。全然でかくせえへん。柔らかくてねえへん。ちょっと揉まなあかん。喉乾いて早食べたいときなかなか食べられへんやんか。こんなもん冷たいの早食べたいってやんですとに。これ見えないですね。山国のな、マドンナ。ああ、わかりますわ。昔の大昔の地元の敬老会だ。若い子来はったらええやん。昭和レトロシリーズ、藤屋商店さん、ここもなかなか古いですよ。けどね、看板に、ね、書いてないんですけど、藤屋商店さんっていうのは、ここもね、いろんなもんが売ってありますんで、行きましょう。はい。種。種。やっぱこの辺ならではですね。はい、種。種のね、何でもありますね。種のオンパレード。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。福子さん、はあ、もうここな古いですね。3代、2代目です。けども100年近くなんてますね。70年70年と思います。
前ね、このお母さんがおらはってね、コハちゃん言うて、コハちゃん、もうね、今言わへんけども、2代目の福子さんが後を継いで、この駄菓子屋さん、地域のためにね、やったはずですわ、これ、山ちゃん。昭和でしょ？昭和ですね。あー、懐かしい。あ、そうそう、ラブ。懐かしいな、このリングのお店も。この卵飾りがない。これね、これちょっと、お、これええで。いいですよね、これ。これはね、後にゴムを。あ、そう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 ですよね。そうそうそう。こうするんだよね、これ食べた後、ゴムつけて。これはいい。これ。これは食わなあかんね。食わなきゃまずいよね、あれは。ね、これええの見つけた。これええの見つけましたね。これ、あの、友達の自転車屋さんにもあげてあげる。自転車屋さんにもあげる。これつけて、ね、自転車乗って。自転車乗って。そこで帰る。70年ですよ。こういう日用品。あー、綺麗。ほんま。70年。すごい並べ方が綺麗ですね。70年前はこういうのは売ってなかった。あー、この塩分のやつね、なかった。あ、コンペイトルとかでもこのマーブルとかあるっちゅうのが、あ、これすごいやん。これも70年前からあると思うねえ。このおばあさんとかも好きでしたわ、これ前にね、はい、農協があったんです。で、この北区に山国の診療所があったんです、はい、で、ここみんなこう寄って一服したとね。いや、綺麗ですわ。並べ方がほんまに綺麗。ほんでね、はい、あの猫あるでしょ。おお、猫ありますね。あの、ね、招き猫が、うん、招かれてみんな来はるんですよね。これすごい。紀伊国昭和のレトロな店に、うん、はい、あの訪れある人が増えるかも。多分、はい、今ブームなんでね、昭和のレトロって、うん、そうなんですよ。これ3ついきますね。これ3ついきます。これ1個10円ですか。ガム、うん、ガム10円です。10円あ、これに入れていく。このガム大人買いしたらどうですか。全部、はい、箱買いの子供の時の夢やったやないですか。ガム全部買うよ、箱買い。これ何倍数えていいな、これ全部こんだけ。大人買いですよ。ちょっと僕あのお金取ってきます。この大人買い。これは絶対外せへんな。外せないですね。これね、マーブル、これはいい。もう買わなかった。マーブル、マーブルも古いやつも買わなかった。マーブルとかもうない、売ってないもん、普通に。売ってないですよ。これがね、歯にひっつくかも。ああ、いい。ね、入れ歯やったらボロは取れんやで。これこそ、あの、子供の頃からここ来られてたんですか。いや、僕は、あの、成人してから。ちょっと家から離れて4キロ離れてるから。でね、山仕事をしだしたことね、はい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 、朝取るときに、はいはい、ここでパン買っていく、毎日で。なるほどね。コアちゃん言うてね、おばさんやって、まあ、その人なかなか有名な人で。だから誰かわらず。前紹介した三つ葉屋さんと、はいはい、リアルです。もう2軒。だけど、京北でこういうね、昭和の店がこの筋に2軒しかないんですよ。うん、ダミハンもね、そんな、いや、頑張ってもっと続けてくださいね。みんな応援しなかったからね。そう、応援しなあかんわ、本当に。3、2、1、はい、いきます。さよなら、ありがとうございます。何年かぶりにね、寄せていただいてね、まあ懐かしいなと思って、これがやっぱりね、こういう地元の店を守っていかなあかんから、ちょいちょいと買い物に行きたいと思ってますので、また皆さん紀伊国来られたら、どうかれそうな店で巡りしてください。こんなにね、最高な紀伊国、まだまだいろんなことあります。こんな一部ですけど、自然の恵みを感じて生きておりますので、皆さん遊びにやってください。